ライスターコンプファーガン2または LK2 はドイツで開発された軽戦車である。LK2 は第一次世界大戦中に開発された軽戦車で、それ以前に開発された LKI と同様の前方にエンジン室、後方に操縦室、戦闘室を設けたレイアウトを持つ。本社には主兵装に 37mm 砲と57 ミリメートル砲のバリエーションがあった。37ミリメートル砲の方は、車体後部に、全周旋回可能な回転砲塔を乗せ、ドイツクルップ車製の37ミリメートル砲を、搭載していた。57ミリメートル砲の方は、車体後部と一体となった、砲塔イコール固定式戦闘室に、ロシアのソケル57ミリメートル砲を、限定旋回式に搭載していた。 本社の走行は8から14ミリメートルであり、総重量が8.75トンに増している。動力には、ダイムラーベンツ社が製造した、モデル1914気筒ガソリンエンジンを用い、55から60馬力を出力した。この軽戦車は65から70キロメートルの航続距離を持ち、最大速度は14時速18キロメートルであった。一長。 または2兆の 7.92mm マキシム08-15機関銃を搭載する派生型が模索されたが、計画の域を出ることはなかった。試作車両が2両のみ、1918年6月までに生産された。この後に580両が発注されたが、契約通りに生産が完了することはなかった。なお、LK3 という LK2 の車体を前後にひっくり返したような、 設計案もあった。LK3 は、車体全部と一体となった、砲塔イコール固定式戦闘室に、57mm 砲を限定旋回式に搭載していた。第一次世界大戦後、スウェーデン政府は、秘密裏20両分の部品を、総額20万スウェーデンクローナで購入した。部品は、ボイラー用のプレート及び、農業機材とされ、船で輸送された後、 ストリッツバンガン M21 としてスウェーデンで組み立てられた。これらの車両は基本的に LK2 試作型の改良版であった。STRVM21 は 6.5mm 機関銃1丁の武装を施された。1929年に5両が STRVM21 から29の発展系を作るべく改造された。 これは 37mm 砲、または2丁の機関銃を搭載し、スカニアバビス射程エンジンで駆動された。改善された戦車のうち1行に、ハインツグデイリアンが登場し、操縦している。これは1929年に行われたスウェーデンへの訪問でのことであった。後に、ドイツはランズベルク社の主要株主となり、オットー・メルケルを主任設計技師の地位につけた。 1931年、この車では STRV-M31 を生産した。これはスウェーデンで開発、生産された最初の戦車となった。STRV-M21 から29は1938年まで軍務に就いた。生き残った車両はドイツのムンスター戦車博物館で見ることができる。また、STRV-M 21と STRVM21 から29はスウェーデンのアクスバル戦車博物館で展示された。ありがとうございます。